大阪市高速電気軌道今里筋線。今里筋線は大阪府大阪市東淀川区の板鷹野駅から東成区の今里駅までを結ぶ大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道台8号線と、少子鉄道洋欄では8号線、今里筋線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる路線記号は、I。2006年。 平成18年12月24日に開業した。ラインカラーは、暖かさをイメージした、麹色、ゴールデンオレンジ、マンセル記号 5R6.5、14である。長堀鶴見緑地線と同じく、標準機ながら、従来の車両より2割ほど断面積の小さい、鉄輪式リニアモーターミニに地下鉄を採用し、ワンマン運転を実施している。 国道479号、大阪内環状線、国道163号、国道1号、京阪国道、今里筋、市道大阪環状線、都市計画道路、森生寺山和川線の地下を走り、大阪市東部を南北に縦断して、放射状に伸びる、地下鉄路線や京阪本線、片町線、学研都市線などと連絡する。淀川を地下トンネルでくぐる。 鉄道路線としては、JR 東西線に次ぐ路線である、開業当時の大阪市営地下鉄としては初、大阪環状線の内側を通らない初の地下鉄、路線であり、大阪メトロの路線で未動筋線との直接の乗り換え駅が一切ない唯一の地下鉄路線でもある。この他にも四つ橋線、境筋線とも直接乗り換えができない。大阪市内完結路線ではなく、 途中の大使橋今市駅付近では森口市も通る。沿線は住宅地が多い。建設費を圧縮するため設計が極力共通化されている。駅のホームのデザインも共通化されている部分が多く、長堀鶴見緑地線が各駅ごとに異なる装飾を施しているのとは対照的である。駅ホームには開業当時の大阪市営地下鉄で初となる。 可動式ホーム作、車両扉と、電動、高さ約1.3メートルが設置されている。ホームの上向部分は1ミリメートル単位で上下、前後に調整できる仕組みとなってお、ホームと車両の隙間は、他の駅と比べて極めて小さくなっている。今里筋線のホームドアの線路側についている、ラインカラーは、打線と違い、全6色になっていて、今里筋線の色は入っていない。 駅構内には、オストメイト対応トイレを男女それぞれ1カ所ずつ設置しており、休館患,患者の搬送にも対応した大型エレベーターも、大使橋今市駅を除き2カ所設置している。今里筋線単独駅の改札、あるいは、既存駅で今里筋線に関して新設された改札には、上部に現時刻、発車時刻、列車接近を案内するモニターが備えられている。 ホームにも同様のものがあるが、発車時刻は表示されない。多くの駅で、駅構内と一体となった地下駐輪場が併設されている。また、今里筋線単独駅あるいは、既存駅で今里筋線開通に関して新設された駅で入り口は、遠くからでも目立つように、オレンジ色のゲートを設置しているものが多い。今後、今里筋の地下を、 今里駅から湯里6丁目まで延伸することが計画されている。詳細は後日。ほとんどの列車が、伊鷹野駅、今里駅間の投資で運転され、長席時のみ、伊鷹野駅、清水駅間の区間列車が設定されている。2013年3月23日改正時点の運転本数は、全線投資の列車が平日は、ラッシュ時が1時間に11から15本。 日中が1時間に6本、10分間隔。土曜、休日は朝夕時が9から10本、昼間時が6本、10分間隔。この他にも最終列車として、今里発清水駅が毎日1本運転されている。清水駅、新森古市駅間から、鶴見緑地、花博記念公園へ目策を行い、車両基地、鶴見緑地北車庫を建設した。 およそ 1km 先に長堀鶴見緑地線の鶴見緑地駅があるため、この間を接続して、同線の工場、鶴見検車場を共用している。専用の車両工場を持たない他の大阪メトロの路線としては、千日前線の車両を中央線の森宮検車場に配置している例がある。2017年度決算における、経常収支は約38億円の赤字。 営業収支は約44億円の赤字、営業係数は231.0である。経常損失は当時の大阪市営地下鉄前線で最も大きい赤字であり、営業係数も唯一200を超えている。また、2017年度の1日平均輸送人員は6万8000人である。輸送人員は開業以降一貫して、 増加傾向にあるが、当時の大阪市営地下鉄前線で、最も輸送人員が少なく、2番目に少ない長堀、鶴見緑地線、17万4千人の半分にも、満たない。季節線との関係により、より深いところに付設したために乗り換え駅での動線が、長くなっている。地下鉄、今里筋線が通る今里筋には、1957年から、 トロリーバスが運行され、大阪市電と連携して、大阪市内東部と都心部を結ぶ役割を担っていた。しかしモータリゼーションの進展で、自動車交通量が増加したためトロリーバスは1969年には廃止に追い込まれ、代わって市バスがその役割を継承したが、渋滞に悩まされないとして、また、放射鉄道路線を保管する、鉄道路線として、新たな地下鉄の建設が計画された。 1989年の運輸政策審議会第1号答申で、今後路線整備を検討すべき路線として上新城、湯里六丁目間が示された。その後、起点を1996年に当時、東淀川区内でも、住宅開発が進み人口が急増してい、板加野に変更。1999年に、板加野、今里間の起動事業特許を受けて、 翌2000年3月に着工され、2006年12月24日正午に開業した。残る今里湯里六丁目間は工述する経緯から、事実上凍結となってお密着手である。蒸気のキロ数は10キロ。建設区間には非常に難所も多く、なかなか工事がはかどらなかった。季節の路線や地下埋設物を避けるためほぼ全線にわたり、 地下10メートル以上の震度で走り、特に、寝屋川や第二寝屋川の真下では、地下30メートル以上の大震度を走る、第二寝屋川の下を潜る木野駅緑橋駅では、大阪メトロで最も深い地下37メートル地点がある。そのため、既存路線と比較して、急行バイク間が多いのも特徴である。今里筋線が走る区間の地層は、水分が多く柔らかい。 湘南若年土層であり、ブルドーザーの身動きが取れなくなることも多かった。地盤を安定させるため、吸水効果のある円柱型の石灰の杭を多数打ち込んだものの、その効果はあまりなかった。道幅の狭い道路の下も走る。特に道路幅員が8メートルしかない随行4丁目駅、大道豊里駅間では、当時の大阪市営地下鉄ではほとんど前例のない。 トンネルを上下に掘り進める広報を採用した。清水駅、新森古市駅関目生育駅間には急カーブが存在し、特に清水駅、新森古市駅間の緑1交差点地下には、日本の地下鉄の本線上、車庫や連絡線等を除くで、最も急なカーブ、曲線半径83メートルがある。この区間では、時速時速30キロメートル程度に減速して、 走行する。これらの影響もあり、ミニ地下鉄の採用で、工事全体のコストを2、3近くまで圧縮したとはいえ、建設費は、約二千七百十八億円、イタカ駅、イマ駅にも上った。二千六年に開業したイタカ駅から、今里駅までの区間で、事業費が二千七百十八億円かかっており、今里駅から湯ザト6丁目駅までの延伸を行うと、 さらに調査費用や工事建設など1320億円程度の費用が欠かししまうことから大阪市の財政負担をさらに増やすことになるため大阪市長当時の関純一は2005年11月に実施された市長選挙での公約でこの延伸区間の工事着工を見直すことを掲げていた。同年11月28日再選された関は 今里駅から湯里六丁目駅、東住吉区の延伸区間について、大阪市の財政面の問題から、当初予定していた2006年度中の着工、2016年度の開業の予定を凍結する行を決め、少なくとも1年間以上かけて、延伸を実施するか否かを判断するとした。これに伴い、この区間の鉄道事業許可申請も当面延期する。 2006年に開業した北半分が再三ベースに乗るような利用状況になれば、南半分の延伸の実施も現実味を帯びてくる可能性があるが、同じく平成になって開業した新路線で市内中心部を通る長堀鶴見緑地線が全通して10年近く経つ2007年時点でも、厳しい利用状況、2005年度1日平均輸送人員、約8万8千人となっているため、 市内中心部を通らない、今里筋線の採算性は、極めて低いとされている。さらに、大阪市はそれまでの交通局を公設民営化する、方針から急遽転換して、株式上場も視野に入れた、完全民営化する方針打ち出したため、これが実現した際には、延伸はほぼ実現不可能となる交参が、極めて大きかった。ところが2007年11月に市長に就任した、 平松国夫がこれを見直し、当面現行の地方公営企業のままとした。2018年4月、大阪市と大阪メトロは、今里筋線延伸部における需要の換気、創出及び鉄道代替の可能性の検証のための社会実験として、今里駅と阿部伸橋、地下鉄長江を結ぶ BRT の運行を2019年度に開始することを目指すと発表し、 同年6月1日から14日まで、BRT の愛称と運行するバスのデザインの投票を行った。その結果、愛称については、オレンジシャトル、A トラム、今ザトライナー、今ザ特急の4案のうち、最多票を集めた、今ザトライナー、投票数970票中414票、投票率43%に決定した。今里筋線は、 今里駅から南側への延伸のほかに、板鷹野駅からの延伸についても、阪急京都本線、小尺及び JR 京都線岸辺まで来た、伸ばさせるといった提案がなされている。しかし、南側延伸同様の理由で実現は難しい。区間は構想、等身、計画が出された時点において、未完のものを示す。全駅大阪府大阪市に所在、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。